どうも、おやっとさーです。入江健です。今回は鹿児島空港近くの人気店ラーメン若大さんに再訪問させていただきました。ピリ辛な超めちゃめちゃうまい濃厚豚骨ラーメンをいただいていきましたよ。最後までお楽しみください。九州自動車道溝部鹿児島空港インターから車で5分くらいのところにあります霧島市溝部町のラーメン若大さんにお邪魔します。こちらはラーメン若大さんのメニューになります。今回この中からピリ辛豚骨にチャーシュー増しをオーダーしました。なおラーメンはスープのこってり増しや麺の硬さも頼めますが、今回はノーマルのままオーダーです。こちらがラーメン若大さんのお漬物になります。カリカリ食感で美味しいお漬物をいただきながらラーメンが来るのを待っていると、はい、着丼です。見た目めちゃめちゃうまそう。いただきます。ということでまずはスープから。いや、このスープめちゃめちゃうまい。あっさりしながらうまみがしっかり伝わるスープに辛味だれのうまみも感じられるスープ。スープのベースは豚骨、2つの釜でネックと背骨、豚足と豚頭をそれぞれの釜で炊き出し、それらを一緒にして提供するスープ。辛味だれは唐辛子とニンニク油をベースにしたものを配合。辛味はアクセント程度に効き、豚骨スープとのバランスがめちゃめちゃうまいスープ。そんなうまいスープからリフトアップしてできた麺は自家製の細麺ストレート。吸っちゃいます。いや、この麺めちゃめちゃうまい。ちょうどいいコシに噛めばもっちりするタイプ。スープとの相性が良く、麺がスープをしっかり引き連れ口まで運ぶと、麦の風味と旨味とともに豚骨の芳醇な旨味と辛味が口の中でじゅわっと広がってきます。そんなうまい麺を追っかけるようにスープを再度すすっていき、このラーメン若大さんのスープめちゃめちゃ濃密でうまいことを再確認した後は、はい、チャーシューいただきます。一口パクリといただけばこのチャーシュー絶品。肉感がありながらも柔らかチャーシュー、噛めば崩れていくタイプ。噛めば噛むほどチャーシューの旨味が口全体に広がってきます。そんなうまいチャーシューで麺ともやしを箸で一緒にキャッチして口の中に放り込むほど、この食べ方絶品。チャーシューの旨味とともにそれぞれの旨味が口のに広がってきます。さあ次は卓上にあったニンニクとごまを入れてスープにしっかりなじませて食べていきます。さあそのスープ、いや、またこれもさらにうまい。ニンニクの風味と辛味だれの相性が良くてジャンク感が出てきます。さらにごまの香ばしい風味も相まみ合って、これはこれでめちゃめちゃうまい。そんなちょっとした味変を楽しみ、今度は麺をすすると、この麺にもニンニク、そしてごまの風味がしっかり絡みつき、じゃんじゃんずるずるとすっちゃいます。中盤から終盤に差し掛かっても、チャーシューがまだまだ残っているので、麺とチャーシューをセットにして箸でしっかりキャッチして、口の中に何度も放り込んで食べて楽しんでいきます。そんなラーメン若大さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿
鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。というわけで本日も美味しく最後までスープを飲み干し、会員完食です。店内には70年80年代の日本の懐かしい音楽が流れるお店。鹿児島空港からも近いことから県内外の方々が美味しくいただける一杯だと思います。わっつうまかったです。ごちそうさまでした。